人戦場のあなたと私は、行く、エミリオによる日本の漫画作品。ここほなにて2013年1月号に読み切りとして掲載された後、2018年6月号まで不定期に連載されていた。単行本は全4巻。2019年10月期に春主演で TBS テレビ系火曜ドラマにおいてテレビドラマ化された。 ことぶき退職当日に婚約者から婚約を破棄された小暮り栄子は立ち寄った CD ショップで流れていた G 戦場のアリアに心を奪われ自分でこの曲を弾いてみたいと思い大人のバイオリン教室に入るそこで同時に入ったカセマサと北川幸恵の二人と一緒に三人で親しい関係を築くバイオリンを通じて生きる価値を見出していく基本的には 女性視点の恋愛ドラマ。2019年10月15日から12月17日まで、TBS テレビ系、火曜、ドラマで放送された。2017年4月期に、火曜ドラマ枠で放送された、同じ行クエミ作品を原作とする、あなたのことはそれほど、の制作人が最終決して制作されており、主演の春が、同枠で主演を務めるのは、本作で2度目で、これにより、 深田京子に続いて二人目の火曜ドラマは区での複数回主演女優となる。キャッチコピーは恋とバイオリンの初心者コースこの曲が弾けたらきっと変われる。並木楽器音楽教室北川や加瀬やその他2020年5月に行われ300人が投票に参加した中川博士の歴代出演ドラマ人気ランキングでは花のち晴れや家政婦の見たらをしのぎ1位を獲得した。 ありがとうございます。